菅野完封、感動秘話。巨人の阿部慎之助監督がセリーグ首位を固める5連勝に笑顔を見せた。28日の DeNA 戦は先発、菅野が3年ぶり完封勝利でセトップタイの9勝目をマーク。チームは6対0で5連勝を飾り貯金を今季最多の11とした。指揮官は、K をずっと打てなかったんですけどね、なんとかみんなで繋いで、やっと、多少は、感じをつかめたんじゃないかなと思いますと、難敵撃破を喜んだ。また菅野について、最後は、自分で投げますって言ってくれたんで行かせたんだけど、ほんと素晴らしい内容で、ナイスピッチングだったと思います。助けてくれたと思いますよと、再敬礼だった。菅野投手すげえよ。昔ほどの球速はないけど、技術で見せてくれるね。菅野の時は打線が打つんだよな。戸郷がかわいそうだ。防御率の差は 0.1 に過ぎないのに、勝率が全然違う。以前の巨人には、関東完封投手がゾロゾロいたけど、得点力が上がっているし、リリーフも悪くないので、赤星や井上も粘り強く投げられています。リリーフを休ませた、菅野、小林バッテリー様々。さすがですな。菅野の完封はありがたい。最近後ろのピッチャーは、登板肩気味だったからね。